100日咳は、主に、グラム陰性肝菌の100日咳菌による、呼吸器感染症の一種。特有の痙攣性の咳発作を特徴とする、急性気道感染症である。100日咳ワクチンで、予防可能な小児疾患であるにもかかわらず、発病率が上昇している、唯一の疾患である。1歳以下の乳児は重症化しやすく、6ヶ月以下では死亡の危険性が高い。 1990年代以降、先進国での感染者数は増加傾向で、発症者の30%は成人である。感染力が強く、患者との濃厚接触者の80%ほどに感染する。風の発表では、世界の患者数は年間1600万人で、約70%は5歳未満の幼児で、特に6ヶ月未満が38%。 1>, 1歳未満の小児の死亡率は約1から2%で生後1ヶ月間が最も高い。世界的に存在している感染症で予防接種を受けていない人々と免疫が減衰した人の間で地域的な流行が2から4年ごとに起きる。1年を通じて発生が見られるが春が多い。予防はワクチンによるが獲得した免疫は 約4から12年間で減衰し、感染を防ぐことができない状態まで低下する。世界的に成人の感染者数が増加しているが、これは子供のワクチン接種を親が拒否し免疫を獲得していないためである。さらに免疫を持たない青年、成人層、不健性感染者が病原層になっていると指摘されている。このように、 ワクチン不接種者及びワクチンによる免疫獲得者の成人層で免疫が減衰した集団が病原層になる現象は水痘、体状方針ウイルスや風疹ウイルスなどの感染症でも報告されている。形跡期の3週目以降の患者は感染源とならない。100日月による人口10万あたり障害調整生命年の データレス残 50, 50、50、100、100、150、150、150 200、200, 200 250、250、250、300、300、350、350、400、400、450、4百0 500、500、550、モア残550、100日、赤発生データベース100日、赤金グラム陰性肝菌のによる、飛沫感染。1906年にジュールボルデガオクターブ。 ジャングと共に発見し、アトニボルデにちなんだ学名がついた。ボード、言語バシラス、バシラス・オブ・ボード・アンドー・言語とも呼ばれる。金の大きさは0.2から0.5、0.5から1.0マイクロメートルのグラムイン性炭管菌で、変性後期性で、弁毛はなく非運動性である。繊維上血球凝集素、パータクチン。 凝集素などの定着因子と100日赤毒素、気管上皮細胞毒素、アデニル酸シクラーゼ、液熱性皮膚エシ毒素などの物質が病原性に関与している。このうち、100日赤毒素は、G タンパク質 α サブユニットの内儀を ADP リボシル化することで細胞毒性を発揮する。小児は重症化しやすい。一方、成人では、咳が長期間続くが、 特徴的な咳がほとんど症状が出ない感染者もいる。パラ百日咳は臨床的に百日咳と区別できないが比較的軽症で致死率は低い。この病気は回復までに約3ヶ月を要し通常7から10日間程度の潜伏期間を経て発症する。語る期約2週間持続、初期は軽く風邪症候群のような症状。形跡期 約2から3週間持続、次第に特徴的な発作性痙攣性の咳となる。回復期、約2から3週間以上持続、激しい発作は次第に減衰。咳発作は夜間が起こりやすく、24時間で平均15回程度。発作時には嘔吐、チアノーゼ無呼吸、顔面膠調眼腱浮腫、咳による。 呼吸困難からの低酸素症により、脳、目、皮膚、粘膜への出血症状が見られ、尿失禁、肋骨骨折、へそヘルニア、直腸脱げ、失神も見られる。発作による体力消耗は激しく、不眠や脱水、栄養不良等が著しい場合は入院治療が必要。合併症は、脳炎、気管支配炎、中耳炎、咳症状の回復までに、 約3ヶ月を要する。主要な経過は、小児と同等であるが、ほとんどが軽症であるため見逃されやすいパラ100日咳は、培養、または、蛍光抗体法により鑑別する。100日咳の病原体検査には、筋培養、血清学的検査、遺伝子検査があり、確定診断には、ビーンとおぬぐい液、核単からの原因菌の分離同定、あるいは、 ランプ法もしくは PCR 法による遺伝子検索が必要である。カタルキ及び形跡基礎器症例の80から90%が100日関金陽性となるが、実際には金の分離動定は困難なことも多い。4週間以内では培養と拡散増幅法を4週間以降は確定血清診断で100日関金業収素化の測定を行う。 概要には、ボルデジャングバイチや、CSM などのバイチを用いる。菌は、語るキ後半に検出されるが、形跡期に入ると検出されにくくなる。得意度の高い検査法として100日関菌ランプ法を用いる。2018年1月1日以降の100日関診断基準モダンメディア2016年9月号より、引用。 1>, 1歳未満1歳以上の患者アデノウイルス、マイコプラズマ、クラミジアの感染症との間別が必要。小2期に産種混合ワクチンによる予防接種が行われている。日本での乳幼児期の産種混合ワクチンの接種回数は4回。1994年10月からはデタップワクチンの接種開始年齢が2歳から3ヶ月に引き下げられた。結果、 接種率上昇とともに小児における患者数は著名に減少したが2017年現在急性開発遂炎を加えた4種混合ワクチンによる予防接種が行われているアメリカ疾病予防管理センターは成人も10年おきにティダップワクチンの予防接種を受けることを強く推奨している医療現場でのマスク着用は 感染電波防止に有効と考えられる。菌の排出が多く、周囲を感染させやすい時期は、語る期の感染後7日から3週間の時点までで、あるが、語る期に100日先を診断することは難しく、感染拡大しやすい。通常は、感染から3週目以降は感染性がなくなる。感染者の6割程度は5歳未満で2歳未満の、 子供の場合は重症化しやすく、6ヶ月未満の小児の死亡率が高い。母親からの筐体版移行抗体は起きないと考えられている。感染や複数回のワクチン接種で免疫を得られるが、障害有効な免疫にならない場合もある。従来日本では、100日石は小児家庭店での報告とされていた。しかし、2006年以降の小児家庭店から、 報告される小児以外の症例は、ほんの一部と考えられていた。すでに成人層の感染者が小児を上回っている。中で、小児以外の症例を確実に把握するには、現行の発生動向調査体制では十分ではない。集団感染の早期探知や、感染拡大の防止に対し、有効な施策が必要であると指摘されている。2018年1月1日。 小児科定点報告から全数報告対象に変更された。ありがとうございます。